ひばり、どうした？元気がないぞ。どうした？お腹でも痛いのか？野牛ちゃん、ひばり、忍びに向いてないかも。どうしてそう思う？蛇女と戦うためにキリア先生の修行を受けているけど、ひばりは全然強くなっている気がしないの。おまけに修行中転んだり怪我したりして、みんなにずっと迷惑かけてるし。そんなことはない。一生懸命なひばりを迷惑だなんて思うやつはいない。一生懸命やっても結果が出なきゃダメなんだよ。よし、とっておきのおやつをやろう。行列に並ばないと買えないほど人気の一品なんだ。おい、お前、そのウサちゃんドーナツを返してもらおう。私のモナだ。違う、このウサちゃんドーナツはヒバリのものだ。うるさいうるさい、返さないなら力づくな。ウサちゃんドーナツは俺のところで売り切れた。それで悲願でるんだな。やれやれ、仕方ない、相手をしてやるか。ヤギ、マッシュ、ミニ開始。口ほどにもない連中だ。すごい、
やっぱり柳生ちゃんは強いね。ひばりとは全然違う。そう、全然違うんだよ。だから柳生ちゃんにはひばりの悩みはわからないよ。ひばり、かかってこい。俺が組手の相手をしてやる。え、なんで組手をしなきゃいけないの？お前の強さ、俺が確かめてやる。そんなの意味ないよ。ひばりと柳生ちゃんじゃ勝負になんかなりっこないし。グズグズ言うな、始めるぞ。ちょっと…でも…柳生ちゃんと戦ったら、なんかすっきりした。くよくよ悩んでいる暇があったら、思い切り体を動かした方がいいね。俺もそう思う。ありがとね、柳生ちゃん。分かってくれれば、それでいいんだ。ほら、うさちゃんドーナツだ。あ、嬉しい。最高。こんな美味しいものを買ってきてくれるなんて、柳生ちゃん大好き。そう、それはよかった。柳生ちゃん、ひばり、修行もっともっと頑張るね。それで絶対に強くなってみせるから。ああ、それでこそ俺の大好きなひばりだ。え？なんか言った？
や、なんでもない。気にしないでくれ。まだまだ伸びる余地はあるか。